ございます。おはようございます。キューバやったから。キューバ懐かしい。いいよ。すいません、もう昔みたいな声は出ません。もう50分前。はい、十分出てますよ。もう無理です。懐かしいやろ。懐かしいやろ。いやいや、僕みたいなの読んでいいんすかね。いいね、いいね。僕のあの舞台とか見てて、テレビ見てて、僕のフリートークされてたことありました。これはないけど、ね、ありましたね。紹介してもらう。紹介もうそんないらんもん。まあ、今なんかキューなんか、これが僕の自己紹介や。自己紹介やん。これが自己紹介。これ見て喜んでる人はいっぱいおる。いてるいてる。なあ、懐かしいよ。いっぱいおるいっぱいおる。人気あったもん。だってもう30年、あ、30年、いやでもちょうど30年前ですよ。あ、ですよね、はい、あれほんまに腹立つぐらい人気あったで。ああ、ずっとキューバーって言ってるだけやのに。まあまあ、だけやのにって。だけやのに。だけやのに。私小次郎と事務所一緒やったやんか。ああ、はい、一緒やったらさ、ほんまに小次郎と私仲ええやん。仲良かった。まあ今もそんな悪くはないけどさ。どんな家やん。じゃあ今も仲ええで。仲ええで。どうなってるやんか。そっちは悪いへんやん。ほんだらさ、この子のこの子のファンの子がさ、あたしと付き合ってんちゃうかって言われてんな。はい、そうですね、前。え、ほんと何かされた。いや、されてないよ。されてへん、怖いよ、やめてくれ。なんか書かれた。違うよ、ね、僕は言いますけども、あの20歳まで、うん、あの、サラだったんですから。そうやん、ほんまに。珍しいね、今でもね。はい、真面目やね。めっちゃ真面目やな。でも私も真面目やったやんな。いや、それはそうかもしれない。おい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 。マンマに書かれてるしやな。まだマンボウって言われて。違うから。嫌いな。嫌いじゃないけど、ああいう人間にはなりたくないの。はい、どうぞどうぞどうぞ。なんでやの。はい、どうぞ。人気あってんで。そうやで。だから先導言われたもん。タラさん、小次郎さんと付き合ってるんですか。付き合うてへん。その時私、小次郎の彼女も知っとってんな。はい、そうですね、昔から。ね、彼女も知っとった。彼女も知っとった。彼女も知っとったじゃない。知ってへんよ。彼女も書いたんだよ。アホか。なんでもありやん。なんでもありかい。マンボウ節になってるやん。もうやめてくれ。人のことババアみたいに嫌になる。僕ね、一度か二度だけほんま、あのお会い、僕、まあ一方的なんですけど、お会いさせてもらったことあるんですけど、なんかさっきも聞いたら、はい、あの読売のドラマ化のところ、はい、10代やからね、そりゃ30年前、ね、15とかね、うん、なんかイメージ、その時の印象はあるの。会話したらその何十、ね、何十、うん、あの これぐらいの距離で、あ、おはようございますってちょっと見てただけ。おはようございますって言ってるの。言うてる言うてる。その時もトークされてなかったでしょ。されてなかった。あざす。されてない。すいません。あざす。いや、挨拶しかしない。そう、でも久しぶりにこの間たまたま、あ、トラさんと名刺食いに行こうかって、で食いに行って、はい、ね、今忙しいらしい。そっからさ、黒井くん小次郎にすぐラブコールすんねん。トラさん、小次郎の誘って言うてとか言って、そんなばかりやねん。いや、みんなでも振られんねん、小次郎無理って言われる。先月も来るって来へんねん。いろいろ人には事情中もあるから、ね、もともとなんかこれ見学だけ来ます言うてて、今日も見学だけ来たかなと思ったら、無理そんな。あ、絶対無理です。はい、ありがとうございます。残っちゃうね。今は何をしてはるの。もう普通の一般人なんで、当然あのサラリーマン、サラリーマンで営業ばっかりしてます、ね、食えへんね、飯も。いや、今日飯エビフライ2つ持ってるもん。いや、男の食欲じゃないぐらいで、うちの息子もびっくりフライ食えへんかったじゃん。もうエビフライ2つ丸々わしいただいたから、それわし食てもたから全部。エビフライだけじゃん。黒さんが食いすぎますもんね。そうそう、はい、梅干しもやで、キュウリのキュウちゃんもやで、ダメだ。いや、ほんでな、飯行ったやんか、はい、で、ハンバーグとエビフライがあって、うん、で、ハンバーグもな、残り一口だけな、トラさん残してはんねん、はい、なんでこれ食わへんのと、なんかもう落ちたんかなって思うやんか、うん、いや、もうお腹いっぱいやねんって言うから、それぐらい頑張れよと。でもな、一気に上がってくるやん、油物立ってるから。いや、一口やん。一口でも、もう口の中はもうジュース飲んだからさ、それでさっぱりしたのに、もう一回食べてさ、この年でさ、残さんと食えって言うの久しぶりやで。怒られたって、しゃあないやな、でもな、僕はな、もういっぱい残しとんねん。もっと横にいっぱい残してるやつ、ボンねん。野菜全部残ってたの。野菜が嫌いなわけじゃないし。いや、嫌いじゃないんですけども、とにかくお腹いっぱいで食えなかったんですよ。もう、朝食なのよ。はい、いつもよう食うで、でも。ご飯行くとき、あれですね、最初に自分の好きなもの食べとかないで、後で後悔する感じですよね。そうです。だから、出てきたやつを先につまんで、もう頭ずーっとこうやって、飯食いに行くときに、
ず常にピッチには横に置いといたらいい。残ったら全部置いてくれるわ。置きもんか。置きもんか、良い衣装じゃないから。食べ放題なんか行ったら絶対セットで行かな、そうなの。うん、ボロ負けやと思う。お兄さんと食べ放題行ったら皿が乗れへんからね、テーブルに。こうやって持っとかなあかん。補助がいる、補助がこう。兄さん初めにびっくりするったのもあるだろ。唐揚げ5人前に、そっから食べる。5人前言うて一人で食うだろ。あれでもね、あのもうずっとな、職場止まらはない、はい、ずっと走る動いてはね、うらやましい限りです。あの今日もこの後終わってから野球見に来るけど、毎回野球行くの時にずっと食ってはんねん。ずっと食ってて、まず弁当食い出して、うん、でお弁当終わったでと思ったら、なんかあの唐揚げだけ出てきたりとか、はいはい、ポテト出てきたりして、うわ、また食ってはるわと思ったら、気づいたら2回目の弁当出てきて、でそれ食うてるなと思ったら、途中で弁当半分で寝はんねん。そうそうそう。寝てる寝てると思って、次振り返ったら続き食ってはんねん。ずっと食ってはる。見てはる時もあるで。そりゃ、見てるもん、バーって見てへんかったらずっと食いに行ってるから。黒井くんが言うやん、ピチヤ、見といて、見てどんだけ食べてるかっていうか、たまにだから喋ってもバッて見るときあんねやんか。ほんなら食べてへんって言って、いや真剣に見てはるやん。それたまには見るやろ。見へんかったらずっと食ってるだけやろ。飯屋行ってへんねん、それやったら。ずっと見とるわや。